しょよいしょ。エバーマット買いました。いや嘘です、普通にマットレスを買ったんですよ。多分セミダブルかな、セミダブルの8センチ厚のマットを買ったんですよ。これがさ、すっごい良くて、例えばね、これ壁に立てかけるでしょ。でこれでこの塗り壁状態で足振りとかをするんだけど、全然さ、こう衝撃がね、奥の壁に伝わらなくって、大人のかかとキックでも全然壁が大丈夫っていう。これで足振りの練習もさ、思いっきりこう練習できるよね。大人で大丈夫だから子供はもう絶対大丈夫。これがあれば壁キックし放題で、あとはシンプルにさ、すごく本当にエバーマットに近い、エバーマットではないんだけど、かなりね大丈夫なんだよ。この上で全然とかしちゃっても全然大丈夫、後転もしちゃう。でもね、さすがにここに向かって倒立でバッターンって倒れるのはちょっと衝撃がね、でかそうなんだよね。ちょっとやってみるかね、このまんま。あ、大丈夫だ、大丈夫じゃん、これすごいぞ。いや、多分大丈夫だな。恐れず行ってみるか、このまんま。よいしょ。あ、ちょっときます。頭が刺さるときはどんな感じなんだろうか、ちょっとやってみます。やってるけど、まあちょっとね、底つきするんだよね。だから今軽くね、頭頭突きしてサクって刺さってるから、もっともっと勢いがさ、本番チックな感じで勢いがついて頭が刺さったらちょっと痛いだろうから、8センチだからといって刺さっても大丈夫っていう風な油断はできないよね、うん、まあ多分子供だったら大丈夫そうな厚さではあると思うんだけど、大人だったらちょっと不安だよね。これね、4センチのマットレスなんだけど、8センチと4センチだから、まあ12センチか、12センチだったらどうっていうことで、あ、大丈夫だね。12センチの厚みのマットだったらそれなりに刺さっても大丈夫そうっていうのが分かりました。サクッ。いや、久しぶりだな、バック転な。圧迫感に負けずにできるか。サクッね、大丈夫そうですね。こんな感じの厚さですね。ね、縦はこんな感じ、横が120センチあるから結構ね、安心感。これぐらいの幅だったらなんとなくこう曲がるの許されない感あるじゃない。まあだから普通にここでバック転とかするときとかも一定の安心感はあるよね、幅的に。12センチだったらさっきの倒立バッターも心置きなくいけるんじゃないでしょうかね。あ、大丈夫そう。いや、倒立バッターめちゃくちゃ大事だからね。倒立自体が全てのアクロバットにパワーアップをもたらしてくれるっていうのはもうすでにあるんだけど、このね、体をボッコリしたまま、そのままバッタンっていうことができれば、さらに、こう、体を締めたまま何かをするみたいなところにも役立ってくるから、めちゃくちゃ重要なのよ、倒立バッタンって。だから、これを家でできるってもう画期的じゃないかって。まあ別にね、家でやる必要ないんですけれどもね。さて、さらに、これ、7センチ厚の長座布団ですね。これ、いつの間に買ってたんだっていう話なんですけど。19センチの、厚さのエバーマットが完成したので、これはもう絶対大丈夫だ。これはもう全然痛くないはず。ああ、いいね。ああ、いいね。いや、もうさ、こんなの、刺さり放題じゃないの？全然痛くないもん。全然痛くないもん。ね。12センチの厚さでも、まあ、大人がね、ある程度の、まあ、勢いで刺さっても、まあ、大丈夫と。で、さらに7センチ加わって、19センチの厚さとかを確保すると、さらに大丈夫だよと。まあ、もちろんさ、程度にもよるよ。こう、ロケット墜落みたいな感じでさ、爆中失敗しました。爆電失敗しました。ストーンって刺さったら、これちょっとどうかわからないけど、まあでも19センチぐらいの厚さがあったら、重傷が軽傷ぐらいまでは、19センチとか、まあ12センチあれば、軽減してくれるんじゃないでしょうかっていうね、印象ですね。これ前中とか失敗したらどんな感じなんだろう。あ、全然大丈夫だね。前中の練習もいけちゃうんじゃない？これ。ういみたいな。多分さ、この衝撃もそこまでそっちに行ってないでしょ？この床にさ、伝わる衝撃がそのまま
自分が受ける衝撃、強さだから、床とか周りが静かであればあるほど自分も痛くないっていうことだよね。そんな感じで今回は新しく買ったマットレスの紹介だったんですけど、まあ、マットレスの紹介ではないよね。アクロバットできるかどうかみたいな検証動画だったよね。はい、この厚さとか今回のまあ見た目みたいなのを参考にしてもらったら家とかでもできるんじゃないでしょうか。じゃあバイバイ。